親孝行の絆を断ち、ちっともその名を隠すべきことなり、人滅を掲げて私利私欲に用いず、目的を遂げるためには、必ず恥ずかしめをもたえるべきことなり、業に合う田辺孫太夫殿か。それを運は甲賀の忍者名張さべお命ちょうだい。何をしている？邪魔をするか。人を傷つけ物を盗む。どう考えても見逃すわけにはいかんな。
内服。いや、もう十分。ではこれで。信千代様、実は佐田殿、私はただ蝶の海に来いと言われただけのはず。ああ、そう申されましては、その信、言葉のつなぎように困ります。だが、土地の屋敷に来る途中、届け物を頼まれたのも何かの縁。事のあらましを聞かぬでもない。路上にて打ち果てましたものは、甲州や私めが遣わした、いわば。甲州と申せば、幕府直轄の天領のはず。なぜ隠密が。そのご不審はごもっと。信千代様、武田信玄公にまつわる不思議な噂、お聞き及びでございましょうか。武田家の噂。さよう。武田信玄公は天正元年2月11日同じ天下を狙う岐阜の織田信長と死を決すべく、風林火山の旗のもと総勢5万の軍が出発。この時信玄公は甲州神戸忍ヶ岳の山中に隠し金山を発掘し、それを軍用金に充てる計画。しかし一代の名将の宗友村氏は天正元年4月12日病のために信玄公は亡くなり、それと同時に隠し金山の在処もまた消え失せた。もしこの噂がまことなれば、幕府は財政立て直しにこの上ない貴重な金山となります。隠し金山はあるな。殺された隠密が命がけで守った功績は多分金塊だろう。しかし佐田殿、何者かはすでに見つけ出し、守るに忍者を使っている。忍者？それも相当の達人だ。信千代様、その昔信玄公が下伊那の駒場で病死と伝えられますが、その死は病にあらず、服部半蔵の下人立岡弥助という忍び者が暗殺したとも聞いております。服部半蔵の下人か。忍者とのつながりならば、服部家にゆかりの深い西念寺に当たってみるか。西念寺ならば住職は鈍海。佐田信、どうやらそちの筋書きに乗せられたな。千代様、何卒お力を。あいにくでございました。御将に私が来たと伝えておいてくれ。また参る。承知いたしました。大丈夫か坊や。どうも棚並みじゃらけてるや。ようなことを言うな。江戸ではないのか。そうだおじさん、西念寺とつらしはねえかい。西念寺ならこの奥だが。そうかい、どうもありがとう坊や。言ったらわかるんじゃ。ご住職様はな、お前みたいな薄汚いことはあんのじゃ。わかるぞ、そっちじゃないか。おいら、苦しんでるから、わざわざ用事があって来たんだぞ。ダメだ、ダメだ。お前は知らんじゃろうがな、ご住職様はな、ご老中松平貞信様とは親しい。それはお偉いお方じゃ。俺には関係ねえや。会わせてくれるまでもかねえぞ。
せいせい。これこれ、そんなところで見苦しい何事じゃ。そんなところをご住職様に見つかってみろ。わし怒らんやろな。な、頼むから言ってくれ。な。ああ、うめえ。おい、誰かおらんかい。白蔵、何を騒いでおる。あ、これはご住職様、お帰りなさいませ。そうじゃな、坊主用事かな。せ、坊主そっちだい。おう、これは一本参った。おいらの名は周作。おう、では周作さん、わしに父ちゃんが言ったんだ。俺が突然いなくなった時は江戸の大年の孫家和尚に会えって。おう、周作さんのお父上は阿波ムカツって呼んだ。ムカツ、甲州のノブカツのか。うん、この守り袋。子供の一人旅、さぞ疲れたであろう。さ、中へお入り。見事な失敗。いやいや、およそ国を治め政治を司る第一番は人と人との和。和があってこそ全ては丸くなる。隠密として和歌は波以上の大きなことを成した。私にそのことを教えてくれたのは9つの時から育ててくれた爺の力。教えることは安いこと。その教えを実行できるか否かが人間にとって最も大事じゃ。いや、大きくなられた。それだけ爺は年を取った。のんのんの、爺はまだまだ。まあ今日はゆるりと。実は爺、頼みがある。言われる通り、確かにこの寺には服部家に伝わる甲賀伊賀の忍び者の使命、特技を記した人別帳はあるにはあるが、なぜまた武田信玄が残して伝わる
隠し金山に関係がある。武田の隠し金山、今日奇妙な少年がわしを訪ねてまいってな。その少年の父親は馬場信一、かつての武田家の名将馬場信房の末孫じゃ。おいらはただ父ちゃんがいなくなったら東海さんに会えって言われてきただけなんだよ。それで何がまた山へ帰るのかい。父さん、父ちゃんが大事だ。父ちゃん、待ってない、きっと助け出してやるからな。待ってね、父ちゃん。少年が持参した守り袋の中には、それが古ぼけた地図が一枚。もしやそれが信玄の隠し金山。並びに伊賀甲賀人別町の二つの品で金山のあり場所と守っている忍者の正体がわかるな。わか。しかし敵方もお庭番を倒したことから見てもこちらの動きに感づいている。とにかく品を。守り袋と人別帳、確かにいただいた。下沢人別帳、我が、我が。ない、ない、守り袋はない。優作、案ずるな。ただの寺とは訳が違う。忍者の本家本元、服部半蔵の寺じゃ。伏せ者はすぐ捕まる。知らずの愚か者は、俺が伊賀同心の守る寺と知ってか。そんなものを置いて帰れ。まで手向かうか。かなわぬと知れば退散するのが忍者の常。うちまでとは言わぬ。どうなのじゃ。伊賀の同志、俺に勝ったつもりか。何、聞け。天下太平のこの世に学んだうならぬ忍法はガキの実よ。俺の名は甲賀忍法の子、甲賀三郎の末裔、龍四郎様を棟梁と仰ぐ甲賀十三人衆の一人、
ナバリサデン。忍者が相手に名を告げたときは、聞いた者が死ぬことぐらいは心得ておろう。死ね！隠し金山の秘密解かねばなるまい。